wasted, friends all around faded, like we've got nothing to lose. Strangers. 皆さんこんにちは、モナモデルの太田咲です。ありがとうございます。こんにちは。はい、この度は、私の動画に来てくださり本当に本当にありがとうございます。今回私が、本気で表紙モデルを目指す、理由と、表紙モデルになって、どんな表紙モデルになりたいかという部分をお伝えしていければなと思います。いや、早速ですが行ってみよう。では1つ目、でです、人は何者にでもなれるです。私はもともとモナと出会うまでは、普通でした。で、モナと出会って、モデルとなり、役者も、挑戦させていただき、本当にいろいろなことでたくさんたくさん挑戦させていただきました。でも私はどちらかというと初めから表紙モデルになりたいって思っていたタイプではなくって、なれる人がなれるっていう、本当に自分とはちょっと関係ないなっていう風に思っていたところが正直ありました。ですが、モナモデルとして活動していく中で、たくさんの方と出会わせていただき、たくさんの挑戦をさせていただき、私も表紙モデルに目指していいんだっていうこと、もっともっと上を目指してほしいと、本当に皆様に背中を押していただいて、そんなずっとずっと支えてくださってる皆様に本当にありがとうを形でお伝えしたい。そのためにも表紙モデルになって、自分が表紙のモナを皆様にお届けすることで、ありがとうで、まだまだ頑張れる、頑張りますっていうことをお届けしたいと今本気で思っています。なので出会ってくださり、応援してくださってる皆様、本当にありがとうございます。アヒルは今本気で、表紙モデルを目指すことができています。それも本当に皆様のおかげです。では次、2つ目はこちら、ででん、夢を叶える人は叶えるまで夢を諦めなかった人です。そう、なかなかね、うまくいかないこととかもたくさんあると思うんですけど、よくほら某有名漫画で諦めたらそこで試合終了だっていう名言があるじゃないですか。その逆で、夢を叶えてる人はどんな人なの？もともと才能がある人とか、運がいい人とか、まあいろいろもちろんあると思うんですけど、私はその中でもこの夢を叶える人は諦めなかった人、叶えるまで諦めなかった人っていう言葉がすごく好きで、本当に叶えるまで本気で挑戦し続けたいなって思っています。夢を持つことの素晴らしさであったりだとか、追いかけることを頑張ってる人に、私アヒルって言うんですけど、アヒルも頑張ってるんだったら私も頑張ろうであったりだとか、そういうお力添えというか、一緒に頑張ろうっていうエネルギーを伝えたいですし、その叶える姿、追いかける姿を見て、私も夢を持っていいんだ、叶えていいんだであったりだとか、もうシンプルにやっぱりそういう姿を見て、元気、笑顔、そして明るさ、そういったもうキラキラ笑顔を、キラキラパワーを皆様に一人でも多くの方にお届けしたいなって思っています。はい、ということで本当に皆様のおかげで今私が本気で目指すことができていますので、ぜひ一緒にアヒルの表紙モデルを一緒に追いかけてください。一緒に追いかけましょう。皆様本当に最後まで見てくださりありがとうございました。絶対に私は表紙モデルになります。皆様本当にありがとう。よかったら何回でも見てね。